この場所、ここからレックスとの冒険が始まったんですよね。そっか、レックスたちはこっちに着いたんだね。じっちゃんが力を振り絞ってくれたおかげだね。おかげでこんなにちっちゃくなってしもうたかな。あんまり大きいと一緒に旅ができないだろうから、ちょうどいいんじゃないか。じゃが大きければどこへでもお前さんたちを運べたぞ。世界中は無理だとしてもアルストのほとんどの場所へ行けるわい。すごいもん。ちなみにここからバリティアまでならどれくらいも？今の時期じゃと10日ぐらいかの。うそ。ニアは老骨に鞭打って休まずに移動しろというのかの？そういうわけじゃないけどさ、一般的な船だったら3、4日かなって思って。すまんの、年寄りじゃからの。というよりももう気にしても仕方がないですもん。そりゃそうじゃ、今はこのちっちゃい姿じゃからな。これはこれで可愛らしくていいと思います。そう言ってもらえると嬉しいの。じいさんが照れるなよ。のう、レックスはどっちの姿が良かったんじゃ。大きいじっちゃんが良かったな。レックスよ、わしを便利なアルスだと思っとったんじゃな。え、家もあったし移動もできたし、クレーンもついていてサルベージもできたしの。いや、そういうわけじゃないけどさ、あのじっちゃんはどっしりしてたし、親みたいに頼りがいのある存在だったなってふと思っただけだよ。それに俺はあの大きなじっちゃんの姿を十何年も見てるんだ。みんなと違って今の小さい姿に見慣れてないんだよ。そうかもしれませんね。私も青龍さんの大きな姿を見た時間はごくわずかですし、今の姿が一番見慣れてます。トラには大きなじっちゃんは想像できないもん。花も見たことがないので想像できませんもんな。俺がそう思うのも不思議なことじゃないんだって。そういうことにしておくかの。じゃが絶対にわしの背中に乗ってアルスト中を旅したかったなとか思っとるに違いないわい。小さいじっちゃんがいいな。うん、今の姿の方がいいのかの。背中にじっちゃんがいるのは新鮮だよ。すぐ後ろから頼りになる声が聞こえてくるからね。それに大きな姿だと一緒に街の中は歩けないしさ、ずっと近くにいてくれるのは嬉しいよ。そうかそうか。青龍さん嬉しそうですね。実を言うとレックスのヘルメットの中は窮屈でな。それに跳ねたり転んだり吹き飛んだり、なかなか居心地が悪いんじゃ。いつもご飯を吐きそうになる。じゃがそう言ってもらえると初めて小さくなったのもいいことじゃったのかもしれんと思えたの。悪かったね。俺も慣れないことばかりだからな。いいんじゃいいんじゃ、これからはもっともっと助言してやるぞ。さらに頼りになるじっちゃんになってやるわい。でもさ、行動を聞く頻度が増えたのは嫌なんだよな。私も白子の小言が常に耳元で聞こえるようになったら嫌だな。何やったー。